はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は前回の白猫のガチャで当てた英雄のシャルロットを使って4人協力星11の熱狂のクロスファイトソロでやっていきたいと思います。まあね、4人協力なんでね、ちょっとソロで行くのは難しいんですけど、まあシャルロット、このシャルロットならいけるんじゃないかなということで、ちょっと行ってみたいと思います。まあね、このシャルロットね、アクションスキル1が全、まあバフかける系で、アクションスキル2がもう特攻系なんですよね。もうひたすら攻撃与えるぞ系なんでね、めっちゃ強いですよ。回復もできますし。じゃあそれでは熱狂のクロスファイトでちょっとお試しやっていきましょう。多分いけそうな気もしますけどね。オッケー、敵を補給つけて攻撃、いいですよ。毒もったいないな。そんな毒なんかね、意味ないんですよ。僕のために毒には用意しなくてもいいんですよ。オッケー、さて雑魚はオッケー、上のフリー、オッケー、上のフリーじゃない、上のフロアを倒してアクションスキル一応もう一度かけて、オッケー、いいよいいよ。もうね、耐性持ってる相手にもね、2000以上のダメージを常に与え続ける、これ強いです。オッケー、いいよ、オッケー、あ、そっか、もう一体、オッケー、こいつは SP 回復に使いましょうかね。殴るだけで3000もダメージ当たってるぞ、すげえな、シャルルって。どんだけ強いの。オッケー、いいよ。こっちはそんなに難しくない。こっち武闘家が結構優遇されてるわけだからね。いよいよ。ケモは逃げき。2回殴ったら終わる。クモ弱い。オッケー。第1フロアはだいたい1分くらいですな。オッケー。ムカデが出てくるタイミングを見計らったのに、そっちに行くシャルロットさん。ちょっと待って。まあいいでしょう。まあ、一撃で倒せましたしね。シャルロットさん。上のフロアのこの3体はこうやってちょっとね、インチキっぽい感じで倒して下の方行きましょう。足速いな、シャルロットさん。いいよ。さてここでチャージアタックを、オッケー、波動メップ、もう一度波動メップ、いいですね。おやすみなさい、ドクーヤさん。オッケー、じゃあ宝箱取っとこうかな。オッケー、先に宝箱取ろう。オッケー、オッケーじゃない、なんでワープした、ワープしなくていいよ時間が。さて、アクションスキル値をもう一度かけて、満ちくわ、どうも、こんにちは、こんばんは。待て、その方向はあかん。おやすみ、オッケー。鬼武者をタコ殴り、オッケー。もう一体の鬼武者を殴りましょう。ひたすら殴るだけで消えていく。ムカデが一瞬で消えた。かわいそうだ。オッケー、ムカデもう一体も倒して、第2フロアクリア。ここも1分間隔。めっちゃ早いな。さて、ラスト。もういけそうだな、これ。マンチコは2体さえどうにかすればいけそうですな。オッケー、いいでしょう。アクションスキル2を使って、あら、アクションスキル2を使うタイミングが良すぎましたね、今ね。上の方で出た鬼武者とか一瞬で消えてった。さてと、ラストのマンチコは殴るしかない。ひたすら殴るしかない。攻撃力が1万以上のダメージを与えている。いいな、これ。ぶっ壊れじゃん。シャルロットぶっ壊れるわけだわ。終わったし、3分かかってない。すっげえ、シャルロット無双じゃん。シャルロット無双だわ、これ。いいですね、シャルロット。勝ちどきを上げよう、ということでね。めっちゃ強いです、シャルロットさん。マジで当ててよかったわ、ほんと。さて、といった感じになります。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。